はい。今回は JA の闇の一つ、えー、コシヒカリの産地偽装、こちらを隠していたこと、こちらについて考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。こちらのニュースですね、えーまあ、数年前のものだったんですが、まあ、ちょっと見つけたので、えーまあ、お伝えしていきます。まあの、お米のですね、まあ、産地偽装っていう、えーまあ、話なんですが、 まあ、あのひどい話だなと思いますしね、まああのまあ、リスナー様のお役に立てる、えーまあ、ことかと思いますので、まずニュースの記事からですね、まあ、短いので、えー、そちらをお話しして、えーまあ、それに関する解釈ということで、えー、お伝えしていこうと思います。<laughs> JA グループ京都のお米を卸すところ、京山が販売する複数の米に産地偽装の疑いがあることが分かったと。 専門の検査機関が産地判別を依頼したところ滋賀あるいは魚沼産として売られていた米に中国産が混入している結果が出た JA グループはの農家が組織した農業団体農家が作った組織なら産地偽装はしないはずだと信じて米を買った消費者も多数いるだろうと。 氷山の米を調べると、そのような消費者の信頼を裏切る疑惑は次々と飛び出してきた。えー、検査結果を見て分かったこと、死がコシヒカリの10粒中6粒があ中国産と判明されたと、まあ、こういった話ですね。うん、全くの嘘で、えー、全くの産地偽装していたということですで。このニュース記事の中にありますが、JA というのは、まあ、農家の。 農業団体っていうことで、えー、まあそういうね、産地偽装をしないんじゃないかっていうことなんですが、まあ、JA っていうのも闇があるんですよ。で、<laughs> 10粒中6粒が中国産って、これね、わざとやってたと思うじゃないですか。で、この、ねえー、こういったものをまあ突き止めたあまあ人っていうのもまあいるんですけど、このままではいけないっていうことなんですが、10粒中6粒が中国産って、意図的に入れてましたよね、これ。そうとしか考えられないんですけどね。 でこういう米もそうですが食べるものに関してあ安全な問題があの関係してくるわけですよだからこの、まあ、JA の実態を追及する必要があるとこういった産地偽装を許してはいけないと、えー、いうことで,でこの件からわかるんですが JA っていうののは農家の味方ではないんです、ね、これなんか農家が作ってるっていう農家が組織した農業団体って言ってますが実は JA っていうのは農家の味方ではないとで調べていって分かったことがあるんですが、まあ、農家っていうかまあこの農協ね、まあ、JA かな JA 農協のトップに、まあ、昔の自民党の小泉純一郎の時に息のかかった人間がいるって言われてるみたいなんですね。 まあ、小泉チルーレンっていうんでしょうか知りませんけどだから完全にこのもうあの利権なわけですよだからそのお米で儲かる国民の安心安全とかではなくこういった政治家とかあるいは背後の宗主国が儲かるそういったようなことが働いていると考えられます。 でこの、ね、自民党の小泉純一郎の、まあ、小泉チルデンというのが、まあ、この、ね、農協のトップにいて例えば労働組合を妨害したりとか、まあ、そういうことをしているとでこの JA の闇のまた別のものにありまして JA の職員がです、ね、よくノルマがあって自腹をするということなんですがこれもおそらく上の方から政治の圧力がかかっているとでこの JA に関する 批判とかを一切させないようにしているっていうそういったものが裏側に隠れていると考えられるわけですねだから国民が食べる米なわけじゃないですかしかもコシヒカリといえばね、ブランドなわけですがそのコシヒカリっていうブランドを産地偽装して利権で儲けるということ だからこの、まあ、JA は闇が多いですが JA のトップっていうのはこの自民党の,、まあこのね、小泉チルドンかなんか知りませんけどこういった人間の天、まあ、下り、えー、多分そういうのになってるんでしょうねで日本国民が食べる米の安全安心ではなく自分たちの利権そういったこと JA のトップっていうのは農業を良くするとか国民がどうこう良くなるとか安全安心して食べられるとかそんなことでなく 自分が儲かればいい自分たちが儲かりさえすればいいとそういったことだと思いますだから今回のこのコシヒカリの産地偽装の件もそうですが えまあコシヒカリと歌って10粒,10粒,10粒中 6, 6粒、えー、外国産の米を混ぜて、うん、そうやって品質の悪い米を混ぜてでそれでスーパーに並べて安い値段で売ってるっていうね単なる自分たちの金儲け利権のためだけにやってるあるいは宗主国の意図かもしれないでこ, <laughs> こんなねコシヒカリって言って実は中国産の米が入ってたら あの味がおかしいから分かるんじゃないかって消費者を見抜くんじゃないかって思うんですが実はそれもですねこんなことが言われていてあまあそうなのかなと思いますが日本人の味覚っていうのももうだいぶですね、えー、もう分からなくなっていると日本人というのは外食しますから外食した時に外食に慣れてしまって、うん、コシヒカリの米の味も分からなくなっている中国の米が入っていようが、ねえー、コシヒカリだろうがそういうことも分からないと、まあ、そういったことで、えー、このコシヒカリの産地偽装が横行している。 っていうのがも,もう数年前から分かっているっていうことです。だから本来であれば、僕たち日本国民が食べる米っていうのはあの安心安全、えー、そういったものがね担保されてないといけない、えー、はずなんですが、そうはなっていないと。だからやっぱりこのこの件からも分かりますが。 自民党の小泉純一郎の時から日本の形が変わっているということですね。あの、売国土がいろんな売国行為をして、この、ね、コシヒカリっていう食べ物にまでこのような産地偽装をしていると。だから、小泉の背後に、自民党ですから、背後に総主国が関与しているのかもしれない。で、こういったニュースがわかるんで、えーまあ、もしもですね、コシヒカリを、えーまあ、安全、安心に、えー、買うことをもし求めるのであれば、 まあ生産者の方から直接買うのが一番いいかもしれないですね。こういったことが、まあ、横行しているのが今僕たちが住んでいる、まあ、日本であるっていう、えー、現状について考えてみました。えー、何かしらお役に立っていただけるものがあれば何よりです。ということで、えー、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。